グリビジ経済州に位置するコミューン、または同コミューンを中心とした同盟の軍。単に、カガバンといえば、前者を指すことが多いが、ここでは軍についても合わせて説明する。カガバンドロコミューンは、7グリビジ州にある6つのコミューンの一つで、同州の州と、グリビジ川のほとりに位置する。面積は約100平方キロメートル、人口は約3万人。 コミューン全域が都市化されており、村ではなく行政区が設置されている。カトリック教会の大聖堂が所在しており、これを中心としたカガバンドの教区は、ナナグリビジ州、バミンギバンゴラン州、ケモ州の3州を管轄している。1897年3月、フランスによって建設された。その翌年、探検カポール・クランペルにちなみホール・クランペルと名付けられた。 1904年7月14日、当時のフォール・クランペル行政官であったジョルジュ・トーク及び初期による原住民殺害事件が起こり、本国フランスでも大きく報道された。1946年10月16日、ウバンギ・シャリ植民地に行政区画が設定された際は、ケモグリビジ地域に属した。フランスからの独立後の1961年12月22日に、 クランペルへ改名1974年8月6日、クランペルはカガバンへ改名される。それと同時に、ケモグリビジ州が分割され、カガバンは新たに設置されたグリビジ経済州の州都となった。1992年頃、グリビジ経済州は7グリビジ経済州へ改名された。2012年末、イスラム系反政府勢力である。 セレカが挙兵しない戦が勃発。2013年3月にセレカが首都バンギを制圧したが、セレカと敵対するキリスト系武装組織アンチバラカとセレカの紛争が起こり、国北部のイスラム教徒と南部のキリスト教徒を構図とした宗教対立に発展。イスラム系の反政府武装組織中央アフリカ共和国再生人民戦線は国北部に勢力を広げ、 2015年12月14日に、カガバンを首都とした、ロゴン共和国の建国を宣言した。キッペンの気候区分では、サバナ気候に区分される。ナナグリビジ州における軍の位置カガバンドの軍は、ナナグリビジ州を構成する2軍のうちの1つ、5つのコミューンからなる。面積は、約1万6000平方キロメートルで、71ある。軍の中で15番目に大きい。また人口は、 約12万人で、これは8番目に多い。北を頂点とした三角形の形をしており、軍北部はバミンギ・バンゴラン国立公園に指定されている。また、地図の縮尺によっては、チャド国境と接しているように見えるが、実際は約 2km 程度離れている。設置された正確な日時は不明だが、1967年頃には存在が確認できる。 1984年までに軍統部がムブレ軍として分離した。ABCD カフプコードロカ2015115データ .humandata.org 2020年12月26日閲覧 ABCD カーデータ16214ポピュレーション d a t h u m d a t a o r g 2 0 2 0年12月26日閲覧 l e 1 4 j e d e フォートクランペル .unautrestore.org2020 年12月26日閲覧 l a f f a i r b o r d t a l k s c o n d o a l s u l e t o f r i k c o m 2020年12月26日閲覧。prefectures of the central.africanrepublic.statoids.com。2020年12月26日閲覧。january2016 monthly forecast.security council report.2020 年12月26日閲覧。central a f r i c a n r e p u b l i c d e v e l s n e c l e re a r autonomous state in north. ワシントンポスト。2020年12月26日閲覧。クライメート、カガバンドロ、クライメートグラフ、テンパチャーグラフ、クライメートテーブル。CLIMATE-DATA.org。2013年10月21日、閲覧。サブ、プリフェクチャーズオブザ・セントラル、アフリカン・リパブリック。STATOOIDS.com。O I D 2020年12月26日閲覧、ありがとうございます。